はい、どうもレッツカヨウです。今日は俺がこの前出したバキシリーズのノーインチパンチ無寸形の動画をある方が見てくださりまして、それで紹介したいですね。紹介しよう、ちょっと聞いてください。どうも、ジークンドーの方です。ブルース・リーのね、武術なんですけど、ブルース・リーから直伝、直系のお弟子さんの石井東吾先生です。よろしくお願いします。その無寸形の動画を見ていただいて、はい、で、お弟子さんなんですかね、さらに、はい、が連絡くださいまして、はい、あんなんじゃダメだった。そう、あんなんそんな言い方でしたよ。でもそう、もっとそう、ちゃんと神髄をというか、うん、そういう寸形だとか無寸形だとかいろんな自分の技がたくさんあって、で、それでまあ教え、ちゃんと教えてあげたいみたいな、うん、僕ら漫画でね、ただ見てバチバチやってただけだから、それをちょっとちゃんとお教えできたらなと思いますっていうご連絡いただきまして、で、ね、こんなありがたい話ないんで、ぜひぜひ本物のね、そう、技ですからね。そうということになって、今日わざわざうちのジムを見ていただきました。はい、ありがとうございます。見ていただきましたよね。はい、見ました。はい、ひどかったですか。ひどかったですか。ひどかったですか。ひどくはないんですけど、ゆきおさん、ノーダメージだからね。そうだね。なんなんみたいな。ゆきおさん、今呼びつけたから、ね、急遽ね、急遽呼びつけまして、忙しいんだけど、なぜかすぐ来れる。あんな忙しいのに。そうそうそう、まあ、到着次第、まあ、最終的にあの人にね、試して、そうです、ね、まあ、前回のとの違いを多分ね、ノーインチに関してはあの人舐めてるから。そうですね、うん、ここでちょっと顎でいいよとか言ってたからね。やってやりましょう。テンプルでも顎でも言ってたよね。ちょっと完成させて、はい、直撃させたいと思います。そうだね。じゃあ早速、はい、習います。はい、はい、ちょっとじゃあ見せてもらってもいいですか。あ、いいです、いいです、もちろんです。お弟子さんの方です。はい、はい、よろしくお願いいたします。で、ブルース・リーがやってた、はあ、ワンインチパンチどっち見たか、どっち見たか。そうですね、はい、この距離、まあ、3センチぐらい、大体そうです。で、ここからそのテイクバックしないで、うん、距離を取らずにこの間合い、この間で相手の身体に浸透させて、まあ、ダメージを出す、うん、で、デモンストレーションでブルース・リーがやった技っていうのは結構飛ばしてるんですよ、うん、まあ、ズドーンっていう、なんか見てもらったら椅子に座っちゃうみたいな。そうです、あれをじゃあまず先にちょっと、うん、やります。こっからうわっ、こういう、カメラが追いつかなかった。で、実践だとこうじゃなくて、本当はこう中に浸透させるようにうわちょっとお前やちょっとオーバーリアクション、ね、やってくんじゃん、真実しか流さないからね、ほんとオーバーリアクションやってくんじゃん。俺の見方が分かってくる。受けづらいわ。いい、踏ん張ってもいいんじゃない。あ、いいです、踏ん張り、俺はどうぞどうぞ、踏ん張って、踏ん張り、いいですか。はい、待って、これ動かないわけですよね。動かないわけですよ。はい、うわぁ、ほんとにほんとにやばい。嘘、いや全然オーバーじゃない、え、これ本当にオーバーじゃない。びっくりした。ちょっと受けてみてよ。中にじゃ通します、ね、少しだけ。ちょっとそう、怖いの、あんまね、逆に踏ん張るとね、そうなんですよ、来ちゃうかも、俺思った。ちょっと軽く中に、ちょっと待って、うおマジですごいすごいよこれ。パンチの衝撃じゃないね、なんかうんっていう。これが寸形、すげえ、すごい。ちょっと習おう、早速習おう、うん、ちょっとなんか方針上だよ。聞いちゃってもそう、怖いよ、なんか。じゃあいや、ちょっと習われましょう。もうぜひ、はい、まず、重要なのが脱力ですね、うん、この脱力をができないとやっぱその伝えらんないんで、うん、で、どういう原理で打ってるかっていうと、その地面から蹴ったその抗力を利用して、これを逃さずに身体の中を通してここに拳に伝えて、でそれを相手の中に。でもう一つ重要なのがその脱力と、もう一つ異念です。念、異念、念、念とかいう話になってるんです。念はすごく重要です。はい、内部で爆発される。
させてるっていうそのイメージ、まあ、とにかく脱力からまず脱力だよ、課題だよ脱力、そうです俺のそうです、できるかな、そうだね、でその脱力を得るためのちょっと傾向を、あ、そうです、そこからじゃあ習いましょう、はい、はい、じゃあこれ力、筋力を使ったこの力、もう全然筋力ないんですけど、でこれが、ね、これが脱力になるとおめえみたいになっちゃった。今のこれを落下をベクトルを変えてこっちに転換したのが K になる。ああ寸形 K。そうそうそう、はい。だからこれがまずできない。これで重さが出せるようにならないと当然そのこっちには転換できない。ここの肘から落ちてこう。はい。怖いな。今みたいな重さが出ると脱力。で、インパクトの時はバチッてやるんですよね。ここは入れないです。入れない、全く入れないです。もう握らないし、グーグーでいいですよ、うん、そこからコーンって、はい、そう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 、うん、そんな感じですね、今みたいな、うん、で、さらにそこに膝のこの抜きをここにインパクトの瞬間に合わせると、え、こういう、そう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 、合わせるとまた重さ、重さ、ほら、なるほどね、おー、早い、へー、うん、それをそれを次にこっちにそれをこれにできる気がしないで、このまま、まあ、フォームとかも気にせずここからもう腕を殴るような投げるような感じでこうちょっとやってみましょう、放るような感じですね、おうおうおう、ほらいいじゃない、うん、あ、重い重い、乗ってますね、おお、さすが、重さを感じてきたね、うん、今までの感じとどうですか、いや、全然違う感じはあるっすけど、おぉすごくいい、はい、で、ちょっとじゃあここに持ってもらって、あの、動画で拝見したらこう伸ばしてこうやって持たれてたので、うん、ここで余分を持たせるんですね、ここで、後ろ足で蹴ってこう回転した時にと同時にここに放出されてこれがガチッと合う、じゃあ力入っちゃうんだよな、どうしてる、うん、おでも前にこう行く感じじゃない、ま、前でいいです、前に行く感じ、はいいですか、はい、うん、ほら、行ったほらうわっなんでなんで何があったの今、俺見てなかったんだけどなんで今やったんですかびっくりした、先生の鬼の一面を見た気がした、今、うんいったなるほどね、うん、あ、分かった、よかった、今のよかった、今のよかった、首がかワンキでやってみますか、ちょっとワンキだったらもうこの状態でこれでいいです、ここから握るだけ、あ、こっからドン、それでいいですよね、あほらほら、だいぶ入ってきてる、だいぶよあーあーいや、来てる来てる、じゃあちょっと行くだけでやってみよう、うん、あ、ゆきのさん、あ、ゆきの来た、ゆきのさん来た、ちょうど今来た、え、始まった、もう始まってね、ちょうどいいとこだった、え、今練習を、うん、毎日取り終えまして、うん、もうだいぶ様になってきて、うん、じゃあゆきのさんにちょっと試したいねっていうところで今登場していただきました、マジ何言ってんの呼びつけて、今から食らうだけってことあの、まずワンインチは今練習終わったんで、そう、ワンインチはとりあえずやってたんで、あ、先生、先生、どうも、ジー君どうぞ、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、ジー君どうぞ、石井東武先生、あ、よろしくお願いします、え、なのでワンインチめちゃくちゃしょぼかったじゃないですか、いや、やったよ、ちゃんとしょぼかったじゃないですか、やちのワンインチが出来がね、うん、だからちょっと今プロの石井先生に教わったんで、うん、今日練習の成果をちょっとまず、あの、先入観なしで受けてもらっていいですか、うん、とりあえず来た、ま、前のも覚えてないのよでちょっと今練習やってたんで、全然ちゃうかったってこと、まあまあだからやり方は、まあ、まあ全然違ってた、ああやめとここの前よりかはパワーアップします、うん、っていうのをちょっと受けてもらいたい、ああ分かった、よしで、ワンインチね、ワンインチね、ワンインチね、集中する、
っと待ってマジ今まで以上に本格的やん。そうだね、目が怖かったよ。俺真面目に習ってな、真面目に習ってその成果を今出すから真面目っすよ、それは。めっちゃ怖かった。何か感じ取った、何か感じ取った、そのシューってなんかオーラみたいなのが見えた、初めて。そのままやろうとしてた。やばいやばい。え、なんで？やっぱり全然違う。違います。威力が違う。これ持っててもわかる。そう。え、なんで？いや、なんでって先生習ったから。何が違うの？ここの間で。やっぱなんだろう。まあ、この前のは結局腕だけでこうやって打ってたのを、うん、全身のこの力の脱力と、うん、ほんまにちょっと漫画だけの話じゃないんですね。うん、ちゃんと。ないです、ないです。すごかったですか？いや、だって。力は全然ちゃうよ。いや、ほんまにその寝起きだからとかじゃないよ。シュートも早いですか、結構。いや、早いですよ、すごい、本当に、うん、すごいと思います。ここやってみて。ミットなしで、まあ、ミットなしで、一応ワンインチだから、そんだけやもんね、うん、そう、指一本。あ、いったちょっと流れちゃったけど、いた、痛い痛い痛い。へえ、すげえ。いや、ね、じゃちょっとね、っともうさ、あのリアクション見たくなっちゃった。何が？先生の受けてほしい。いや、ちょっと待ってくれ。でもこの体格差見てよ、60キロほどしか。そう、まあ、60ないですよ。ゆきよさん何キロなんでしたっけ？俺95。いや、大丈夫でしょ。でも遅いですし。そうっすよね、うん、もうえ、いやでもね、オーラがちゃうのよ。つけた方がいいです。え、だいぶ中に入れるやつ。じゃあ飛ばします。ちょ、あのね、別に怖がらせるわけじゃないけど、ちょっとやめとこう。ちょっと気入れといてください、マジで、はい、俺もやってるんで、さっき俺もやってるし、受けました。そう、ええ、あ、分かりました。嘘やろ、え、嘘でしょ、え、嘘やろ、え、ほんまに外です。あ、なちょ、中に入れるやつやって。投資です。ちょ、もう一個やって。え、ちょっと待って。で、内部破壊、これから中に入れるやつやって。漫画やん。ちょっと、もういい、もういい、もういい。もう一個ある。受けた、俺受けた、俺中に入れるやつ。え、ちょっと待って。俺なんかそのさ、催眠術師とかさ、うん、引っかかったことはあんねんけど、はいはい、やっぱあんま引っかからないけど、何なんとかと思ってたのよ、うん、だから今もその、何言ってる、ほんまに、いや、いや俺何言ってるか分からんけど、マジで驚いてる。はい、ちょっとじゃあ中に入れるやつ。今から内部破壊をします。ちょっと待って、いいっすか。じゃあ軽く、本当にあんまり入れないように。はい、いったえ、え、な、な、ちょっとなんで今の2割ぐらいです。え、それは何、体重乗せ方とかそういうことですか？まあそうですね、発見です。バケモンやん。すごい、2割か、もっと入れてほしかったな。もっと入れてほしかったな。もっといきますか、俺らぐらいまでいってほしいな、うん、いや、もういいよ、2割で十分やん。じゃあもうちょっと刺しましょう。いや、なんでない、いいや、いいや、ダメです、もうちょっと刺しましょう。いや、ちょっと、あんま強く言わない、怖いから。いいよ。え、な、どういうこと、どういうこと、内部ってどういうことですか？それもマジ怖いですよ。あ、今通らないってことですか？もうここにバン、ここにズンってくる、ここにズンってくる。中に行きます。いった、すごいな、これはマジで使えるんじゃない？いや、すごい、すごいのよ、ほんと、さっきから見てても。でも、やちのワンインチも良かったっすね。良かった、すごい良かった、良かった。習ったことはなかった、ジーコンドな、まったく、まあ、知ってはいましたけど、ブルースリーの、ブルースリーのっていうね、一番の手応えじゃないんだね。そう、今まで一番の手応えってことで、毎日毎日ちょっと習得の、実際に習プロに教えてもらうよ、その筋の先生に習ってやってみた結果、うん、まあ、前回より良くなったと。むちゃくちゃ良くなってる。やち、どうでした、覚えとしては。早かったです。いや、早いっすね、感性がやっぱ高くて、普通こんな早く あそこまでの発揮できない、できない、普通先生の教え方がうまいんですよ。何も高い方がやってる。ありがとうございました、今日は。本当ありがとう、ぜひ。これはバキシリーズが盛り上がる時が来たな。そうそうよ、第2章の始まりやな。ということで今日は、うん、今ありがとうございました。ありがとうございました。アディオス、チャオ。
ハハハハ。